デーム・ベラリンは第二次世界大戦期に賞賛を受けたイギリスの歌手、女優。第二次世界大戦中、リンはイギリス軍が戦っていたエジプト、インド、ビルまでイモンコンサートを開いており、イギリス軍の恋人として記憶されている。リンが歌った歌で最も知られている曲はウィル・ミート・アゲインとザ・ホワイト・クリフズ・オブ・ドーバーである。戦後もリンの人気は衰えを知らず、 イギリスやアメリカ合衆国でテレビやラジオに出演。リンの戦後期の代表的ヒット曲としてアウフビーダーゼーエンスイートハートとマイソン、マイソンが知られている。リンは第二次世界大戦を戦った退役軍人たちの敬愛の対象であり続けており、2000年には20世紀の精神を最も具現したイギリス人の一人として名前が挙がった。2009年、 92歳となったリンのベストアルバムが、イギリスのアルバムヒットチャート1位になり、存命中最高齢のアーティストによる1位記録となった。晩年も、退役軍人や障害児そして乳がんに侵された人々への事前活動に、多くの時間と体力を費やしている。2017年、100歳の誕生日を記念して、発売した、ニューアルバム、ベラリン100も、 イギリスのアルバムヒットチャート1位になった。ベラ・マーガレット・ウェルチは、1917年3月20日に、エセックス州イーストハムで、1913年に結婚した、ハイ刊校、バートラム・サミュエル・ウェルチとドレスメーカーのアニー・マーティン、夫妻の娘として生まれた。1919年、リンが2歳の時に、ジフテリアに感染し、生死の境をさまよった。 彼女は隔離病棟に送られ、3ヶ月後に退院した。入院の結果、彼女はクリスマスを逃し、1920年3月には、クリスマスと誕生日の両方を祝った。母親は入院中の彼女をとても大切にしており、その後も長い間、友人を訪ねたり、街で遊んだりすることを許さなかった。リンは、母が、兄のロジャーには自分ほど、 厳しくなかったと振り返っている。7歳から、公の場で演奏を始め、11歳の時に、母方の祖母マーガレットリンの旧姓を芸名として採用した。1935年、ジョー・ロスのバンドとの初のラジオ放送があった。この時点で、ロスや、チャーリー・クンツなどのダンスバンドから、リリースされたレコードに出演していた。彼女は、戦前に、 ユダヤ人難民の子供たちを連れてくるためのショーを行った数少ないアーティストの一人である。彼女はアンブローズのバンドと共に歌い、彼らをドイツから脱出させるための資金調達のチャリティーショーに参加した。私は心の底から彼女に感謝している。イギリスのコメディアン、デビッド・バグラス。リンが戦前にイギリスにユダヤ人難民を連れてくることを助けた件について、 1936年、彼女の初のソロレコードは、クラウンレーベルから、アップザウッドン、ヒルツー・ベッドファードシアーとして発売された。このレーベルは1938年にデッカレコードに吸収された。彼女は、ロンドンのイーストエンドにある、海運管理会社の社長の事務助手として働くことで、生活を支えていた。1937年、 彼女は著名なバンドマスターであるバート・アンブローズの元に移った。同年、リンは最初のヒット曲、ザ・リトル・ボイ・ザット・サンタクロース・フォガットと、レッド・セールズ・ウィン・ザ・サンセットを録音した。戦時中のイギリスの軍需工場で歌う、リン、1941年初当林の戦時中の、 貢献は、ロンドン地下鉄の駅のホームを空襲の避難所として、利用していた人々に歌ったことから始まった。彼女は、ロス・パーカーとヒューイ・チャールズの人気曲、ウィール・ミート・アゲーンを1939年に録音したことで、最もよく知られている。まやかし戦争中、デイリー・エクスプレス紙は、イギリス軍人に、好きな音楽家のアンケートを取った結果、リンが1位になり、 イギリス軍の恋人として知られるようになった。1940年7月、リンはコベントリーで本格的なソロ活動を開始した。第二次世界大戦暗黒期の1941年、リンは自分のラジオ番組、心からあなたへをはじめ、海外に派遣されているイギリス軍にメッセージを送った。 彼女と彼女の始終相談は兵士たちから最もリクエストの多かった曲を演奏した。また、リンは病院を訪問して、新人の母親にインタビューしたり、海外にいる夫に個人的なメッセージを送ったりした。彼女の他の戦時中の大ヒット曲は、ザ・ホワイト・クリフス・オブ・ドーバーで、作詞はナット・バートン、作曲はウォルター・ケントである。1943年には、 映画、ウィールミートアゲン g と、リズムセレナーデに出演。後の続説に反して、彼女はこの間に、イングランドのバラを歌ったり録音しておらず、彼女のプロデューサーである、デビッド・グーチが彼女のアルバム、モアヒッツオブザブリッツのためにこの曲を選んだのは1966年のことで、彼女はこの曲に親しみを持つようになった。アルバム自体は、ノーマン・ニューウェルがプロデュースした。 ヒッツ・オブ・ザ・ブリッツの後追いであった。戦時中、彼女は、演サに参加し、エジプト、インド、ビルマを回り、軍隊のために、野外コンサートを行った。1944年3月、彼女は、ベンガル州のシャムシェル・ナガル飛行場に行き、コヒマの戦いを前にした軍隊を楽しませた。彼女のホストであり、生涯の友人でもあるバーナード・ホールデン隊は、 彼女の勇気と指揮への貢献を称えている。1985年、日本占領下のビルマで、イギリスのゲリラ部隊を慰問した功績により彼女は、ビルマの保守記賞を受賞した。1952年のリンゴ、アウフ・ビーダーゼー、ヌ・スイートハートは、イギリス人アーティストとして、初めてアメリカのチャートで、トップに立ったレコードとなり、9週間チャートに残った。彼女はまた、 カルーラバンクヘッドのアメリカのラジオ番組、ザ・ビッグ・ショーにも、一時期レギュラー出演していた。アウフ・ビーダーゼ、エスウィート・ハートは、ザ・ホーミング・ワルツと、フォーゲット・メノットと共に、リンに3つの注目すべき前衛シングルチャートのトップ1 2入りをもたらした。彼女の人気は1950年代にも続き、1954年に、 ゴードン・メルビル・リースと共同作曲したマイさん、マイさんがナンバーワンヒットしたことでピークを迎えた。1960年には約25年間在籍したデッカレコードから EMI に移籍した。彼女は EMI のコロンビアレコード MGM、HMV のレーベルでレコーディングを行った。彼女はまた1962年のミュージカルブリッツのために ライオネルバートの曲、ザデイアフタートゥモローを録音した。彼女は劇中には登場しなかったが、劇中の登場人物たちは、爆弾から避難しながら、ラジオでこの曲を聴いている。ベラリン、1973年1967年には、イットハーツ t s To Say g を録音し、ビルボードのイージーリスニングチャートで、トップ10入りを果たした。 1957年10月には BBC テレビ劇場でイーモン・アンドリュースに驚かれ1978年12月には1979年1月1日に放送されたエピソードのためにアンドリュースがロンドンのホテルカフェロイヤルで彼女を驚かせた時の二度イギリスのテレビシリーズ This is Your Life の題材となった 彼女は1960年代後半から1970年代前半にかけて BBC1 で自身のバラエティ番組の司会を務め、他のバラエティ番組、特に1972年のモレカムワイズクリスマスショーには頻繁にゲスト出演した。1972年には BBC の記念番組50 Years of Music の主要な出演者となった。 1976年には、エリザベス2世のシルバージュビリーの年の開始を記念して、1952年から1976年までの、ポップミュージックのヒット曲を祝う BBC の、ア・ジュビリー・オブ・ミュージックの司会を務めた。1977年には ITV で、アルバム、ベラリニ・ナッシュビルを発売するための TV スペシャルを放送し、 1960年代のポップソングやカントリーソングを収録した。リンはロイヤルバラエティパフォーマンスに1960年、1975年、1986年、1990年の4度出演している。また、リンは1974年のワールド・アット・オーシリーズでインドビルマ劇場での軍隊への疑問についてもインタビューを受けている。 リンは、イギリスのシングルアルバムチャートで、チャート開始から21世紀に至るまでのチャートスパンを、持つ、唯一のアーティストとしても知られている。1952年には、ニューミュージカルエクスプレスがまとめた、史上初のシングルチャートで3枚のシングルを発表し、最近では、アルバム、ウィールミートアゲー a ザベリー、ベストオブベラリンで1位を獲得した。蒸気機関車。 ナンバー3672、デーム・ベラリン、ノース・ヨークシャー、ムーア・鉄道1976年、リンは、ニューファンドランド・メモリアル大学から、名誉法学博士号を授与された。1978年には、フリーダム・ザ・シティオ・ブロンドの授与された。2000年、リンは、全国投票で21%の得票率を獲得し、特別に、 20世紀の精神賞を受賞した。ロンドンのフォレストゲートには、彼女の名を冠した通り、ベラリン・クローズがある。ノース・ヨークシャー・ムーア鉄道に保存されている WD ・オーステリッティ2から10から0クラスの蒸気機関車は、デーム・ベラリンと命名されている。2018年、リンは、クラシック・ブリッド・アワードで、アウト・スタンディング・コントリビューショント・トミュージック・賞を受賞した。 1964年のスタンリー・キューブリック、監督作品、博士の異常な愛情は、ベラリンの歌う、ウィール・ミート・アゲーンを乗せた、核爆発のモンタージュ映像で幕を閉じる。第二次世界大戦中のビルマ戦線を訪れた、ベラリンの姿は、1973年から74年に、かけて放送された、イギリスのテレビ番組で、オリビエ卿がナレーションを担当した、 ドキュメンタリーシリーズ、ザ・ワールド・アット・ウォーに収録されている。イギリス兵と談笑ながら、サインをする姿や、簡単の声に包まれている姿が見られる。ドキュメンタリーのために作られた、短いインタビューが、第14話、It's A Lovely Day Tomorrow ビルマ1942-1944に収録されている。1979年のアルバム、 ザ・オールでピンク・フロイドはベラというタイトルの曲を発表したが、これはベラリンとウィール・ミート・アゲンに言及したもので、ウィール・ミート・アゲンは1980年と1981年に行われたザ・オールのライブのイントロとしても使われた。1982年の映画ピンク・フロイド・ザ・オールはリンが歌うザ・リトル・ボーイ・ザット・サンタクロース・フォガットで幕を開ける。 デビッド・ファースによるフラッシュアニメーションインターネットシリーズサラダ・フィンガーズのショア・リーブと題された第7話ではサラダ・フィンガーズはウィール・ミート・アゲーンを歌って終わる2017年の映画キング・コング・ドクロ島の巨神ではミッションの生存者たちがスカル島を離れる際にベラリンの歌ウィール・ミート・アゲーンがフィーチャーされている2018年秋に ティルベリー経由で納入された、ウールウィッチフェリーの心臓船2隻のうちの1隻は、彼女に敬意を表して、D.D.M. ベラリンと名付けられた。アンソニー・グリーンが2018年のアルバム、Could You Still Be In Love の中で、彼女の曲、We'll Meet Again や、A. ナイチンゲール・サング・イン・バークリー・スクエアに言及した、ベラリンというタイトルの曲を発表した。2019年のテレビシリーズ、 グッドオーメンズでは最終回のエンドクレジットの間にこの曲が取り上げられた。ポーランド人とイギリス人のデュオ、スモリクケブ・フォックスが2015年のアルバムでロンドン・ブリッツとベラリンに言及したベラリンというタイトルの曲を録音している。リンは1959年に大英帝国勲章の第4位の勲章にあたるオフィサーに除され、その後1975年には 第2位のデームコマンダーに格上げされた。1953年、リンは、脳性麻痺の慈善団体 SOS を結成し、その会長に就任した1976年には、ベラリンチャリティ乳癌研究トラストが設立され、リンが議長を務め、後に会長に就任した。2002年には、脳性麻痺の慈善団体、脳性麻痺の子供たちのためのデームベラリントラストの、 会長に就任し、ロンドンのクイーン・エリザベス・ホールで、セレブリティ・コンサートを主催した。2008年には、慈善団体、全世界の軍人の文学組織の講演者となった。2010年には、ドーバー戦争記念プロジェクトの講演者となり、また同年には、イギリスの慈善事業である、ビルマ難民支援プロジェクト、ヘルプ・ヨン・フォーゴットン・エイリーズの講演者となった。 2013年、リンは、ペタのハトレース反対キャンペーンに加わり、ハトレースは、全く残酷なものであると述べた。リンは1995年、バッキンガム宮殿の野外で行われた、ヨーロッパ戦勝50周年記念式典で歌った。これが彼女の知られている最後の公の場での、パフォーマンスであったと言われているが、彼女は、 同日の夜にハイドパークでの公開コンサートで再び歌っている。ヨーロッパ戦勝60周年にあたる2005年、イギリスの v e イダイヤモンドジュビリー式典では、ロンドンのトラファルガー広場でコンサートが行われ、リンはサプライズで登場した。リンは退役軍人を称賛し、若い世代に彼らの犠牲を常に忘れないよう呼びかけるスピーチを行い、 ウィール・ミート・アゲーンの数小説で参加した。その年のロイヤル・ブリティッシュ・リージョン主催の追悼式典の後、リンは、ウェールズの歌手キャサリン・ジェンキンスに、イギリス軍の恋人のマントを引き継ぐことを勧めた。2008年9月、リンは、ロンドンのチャーチル博物館で、新たな社会史記録ウェブサイト、ザ・タイムズ・オブ・マイ・ライフの立ち上げに協力した。リンは2009年に、自伝。 サムサニーデーを観光した。彼女はそれ以前にも2冊の回顧録を書いている。ボーカルリフレイント、ウィールミートアゲインである。2009年2月には、リンが移民排斥アルバムにザ・ホワイト・クリフス・オブ・ドーバーを無断使用したとして、イギリス国民党を訴えていると報じられた。彼女の弁護士は、このアルバムがどの政党にも属さないリンを、 同等の意見と関連づけているように見えると主張した。2009年9月、92歳になったリンは、イギリスのアルバムチャートで、存命のアーティストとしては最高齢で1位を獲得した。8月30日に、チャートで20位に入り、翌週には2位に浮上し、アークティック・モンキーズとビートルズの両方を抜いて首位に立った。この功績により、彼女は、 ボブディランを抜いて、イギリスのアルバムチャートで1位を獲得した、最年長のアーティストとなった。2014年8月、リンは9月に行われる、住民投票でのスコットランド独立に反対する、内容の書簡を、ガーディアン紙に寄稿した200人の著名人のうちの一人に、名を連ねた。2015年5月、ロンドンで開催された、V.E.D.70。 A パーティー2リメンバーには出席できなかったが、自宅でデイリーミラー神によるインタビューを受けた。100歳の誕生日の3日前にあたる2017年3月17日にベラリン100と題した新しい LP がデッカレコードから発売された。リンのオリジナルボーカルを彼女の曲の新たな再編成版に設定した、このアルバムにはアルフィー・ボー、アレクサンダー・アームストロング、 アレッド・ジョーンズ、ザ・スクオドロネアーズを含む複数のデュエットパートナーも参加している。リンの戦後期1960年代から1970年代の録音を所有するパールフォンは2017年3月10日にアビーロードスタジオで録音された彼女の楽曲集、ハ、は、ー、あ、グレイテスト・フロム・アビーロードを発売したが、その中には 未発表のオリジナル録音5曲も含まれている。リンは2018年のクラシックブリッドアワードで、女性アーティストオブザイヤーとアルバムオブザイヤーの2部門にノミネートされ、ライフタイムアチーブメント賞も受賞した。2020年1月、1945年の戦勝75周年に関連して、ロイヤル・アルバート・ホールでリンの新たな肖像画が公開された。この肖像画は、 ロスコルビーが描いたもので、リンの娘のバージニア・ルイス・ジョーンズとブリテンズ・ゴット、タレントの優勝者、コリン・サッカリーがお披露目した。この絵は、リンが1937年から2006年まで52回公演を行った会場に常設展示される。ホールでの除幕式では、ドキュメンタリー映画、ダメベラリン、ザ・ボイス・オブ・エーネーションがプレミア上映され、 イギリス軍の恋人の物語とコルビーの肖像画について語られている。2020年4月6日、2019、新型コロナウイルス感染拡大の局面において、エリザベス2世はビデオメッセージで国民に対してイブと激励のメッセージを送った。メッセージの最後は、ベラリンの We Will Me t ア Again の歌詞を引用し、より良い日は巡ってくる。また会いましょうと締めくくっている。 1941年、リンは2年前に知り合ったアンブローズのバンドの同僚で、クラリネットサックス奏者のハリー・ルイスと結婚した。1946年3月に、バージニア・ペネロペアン・ルイスという一人娘が生まれた。夫は1998年に没した。リンが子供を一人だけ産んだ理由は、仕事を続けられるようにするためであり、それ以上子供を産んでいたら、 叶わなかっただろうと述べている。第二次世界大戦後、リンとルイスは、ロンドン北部のフィンチリーに移り住んだ。リンは1960年代初頭から、サセックス州ディッチリング在住、娘の隣の家に住んでいる。ベラリンは2020年6月18日、イーストサセックス州の自宅で103歳で死没した。リンへの惨事は、王室が主導し、 女王エリザベス2世は、リンの遺族に、私的な弔意を送り、クラレンスハウスは、チャールズ皇太子とコーンウォール皇爵夫人からの敬意を、表した。ボリス・ジョンソン首相と影の首相であるキアスターマーも、国会で敬意を表し、ポール・マッカートニーや、キャサリン・ジェンキンスのようなミュージシャンや、トム・ムーア・タイのような皇人たちが彼女の深い、影響について議論した。リンが没した日、 彼女の特別番組を放送するため、BBC のレギュラー番組が停止された。同日、コールドストリームガーズ文学隊が、彼女の代表曲、ウィールミ l Meet a を演奏した。リンの死後、ジェンキンスは、リンのもう一つの代表曲の舞台となった、ドーバーの白い崖の近くに、リンの像を建てるための運動を始めた。 リンの軍葬は2020年7月10日にイーストサセックスで行われた。葬列はディッチリングの自宅からブライトンのウッドベール火葬場まで続いた。広く一般の人々が葬列を見送った。ディッチリングは軍人の追悼の象徴であるポピーで飾られていた。葬儀に先立ちドーバーの白い崖にリンの映像が映し出されイギリス海峡に ウィール・ミート・アゲーンが流れていた。彼女の早々には、イギリス空軍、イギリス陸軍、イギリス海軍、イギリス在京軍人協会の船員が同行したほか、バトル・オブ・ブリテンのスピット・ファイア機による分裂飛行が、創列の後を追い、リッチリングの上空を3度通過した。彼女の棺には、花輪と共にユニオンフラッグがかけられていた。ウッドベール火葬場の礼拝堂で行われた。 家族層ではイギリス海兵隊のラッパ手が追悼ラッパーを奏でた。リンの遺族は今後適当な時期に公開のお別れ会が企画される予定であると述べている。ありがとうございます。